はい、みなさんこんにちは、ゆうカフェのゆかとすんちゃんです。すんちゃんです。はい、作り変わるの触って触るの。それでは今日は何をしていきますか。今日はまあ普通の生活になんて言うんだろう、日本語で。だから、まあ、今日はこう、はい、うん、うちらが日韓夫婦の目線で見た時に、うん、日本と韓国って違うみたいな部分が結構あるので、うんうんうん、それを一個ずつ紹介していく感じにしようかなと思います。なんで今日はまあ第一弾で、これは一応いろんな YouTube の動画でまあなんか日本と韓国の違うとことかあるんじゃないんですか、うん、でもこれは本当に生活の中でそういう普通のじゃなくて、本当に今まで私まあゆかと6年付き合いました付き合いました付き合いましたあとずーっと日本の友達がいて、まあ10年ぐらい、また話長くなるんですけどね、うん、まあ早めにしてね、まあこれは本当に、まあこれ日本と韓国だなって思うやつ。これが違うなって思う。そうそう、10年以上も日本人と韓国を行ったり来たりして、日本人と韓国行ったり、はい、まあまあそういうのね。だからあ、これはちょっと違うなって私だけ思ったかな。ね、いやいやいや、そうかも。まあまあそういうのを今日は少しずつ開けてあげますよ。はい、なんで、はい、今日はまあ第一弾で何を話そうかなっていうのは、電話ですね、電話。はい、電話です。電話の仕方が違くて、電話の仕方、うん、それを今日はやってみます、一回、はい、電話ください、はいはい、知り合い程度の、その知り合い人とこう電話する時の違いです。はい、まず韓国。はい、まず韓国。韓国、はい、どうぞ。で、여보세요。あ、네네네。あ、그쵸그쵸。あ、네、그것만하면되죠。で、알겠습니다。で、네、で、終わりですね。だから最後だよね、ポイントは。さっぱり、でとか、うん、もしもし、だから여보세요とかじゃなくて、あ、네、あ、네네、あ、あ、그쵸、네네네、알겠습니다、네、って感じ。うん、最後も「ね」って、うんうんうん、なんかそういう感じですね。はい、で日本にしたらやりますね。はい、日本は、はい、もしもし、あ、はいはい、そうですね、はい、そうです、はいはい、わかりました、はい、今日も ありがとうございます、はいはい、こちらこそ、はい、じゃあまたね、はい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 、またはい、ありがとう、はい、お疲れ様、はい、お疲れ様です、はいはいはいはーい、はい、はーい、はーい、って感じですね。なんかまあまあこういう感じかな、大体わかりますかね、なんか終わるとき、ね、でもすっごい本当にわかる、それは。で、なんだろう、韓国は結構日本と比べてさっぱりしてて、終わりがなんか、え、今終わるのみたいな、なんか、んー、ねー、とか、こういうので終わるじゃん、最後が。なんか日本は本当に「はい」って感じだよね。また次ね、次ねって言って「はい、あ、そうだね、はい、次またおねん、はいはいはい、あ、また次、はい、ありがとうね、今日もはい、はいはい、はい、じゃあどう、はい、じゃあね、はい、じゃあね、はい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 、そんな言わない。最後まで切らないから、はいはいはい、何回やねん。だから私も日本人と友達と話すときなんか気まずい、なんか気まずいっていうか、なんでこんな長く、はいはい、なんか待ってて、そうだね、うん、だから切るタイミングがこうなかなかつかめないみたいになると思う。例えばうちのお母さんと私は、うちの韓国のお母さんですね、うん、本当に電話をなんか10秒以上、うんうんうん、電話したときあんまないんです。なんか確かに、いつも早いよ、ね、いつもお客さん来たの、はい、来てないの、あ、OK。 業務連絡。そうそうそう、でもね、あの、もしゆかのお母さんと電話するんだったら、あ、はい、お母さん、はい、そうですね、はい、はい、そうですね、はい、そうです、まだまだ来てないんです、はい、はい、はい、
すいませんね、忙しいのにすいません、はいはい、とかねなんかね、灰が多い、灰がね、灰が多かったなので、それがなんとなく違いかなと思います。そうです、私もそう思う。だから韓国に来た当初は韓国のそのさっぱり感とか、うんうん、最後ので終わるのにすごいなんか疑問だったけど、でも今はもう慣れちゃって、そう、めっちゃなんかもう、ユカと電話するときモノマネしてあげますね。じゃあユカから電話来たんですね、だから私何で、バッてやったらなんか2人も呼ぼせよ、もしもしとか言わないんです、一応始めたときはなんかゲームみたいになんか誰が先に言うってそれ通じない、そうかな。でもまあまあまあこういう感じで、私がちょっとそれは変なのね、なんかもしもしとか呼ぼせよを最初に言わないんだよね、うん、なんか言わないですごい2人を空気をとりあえず聞いててなんか変な趣味あるんですまあまあこんな感じ、うん、はい、それが今回の日本と韓国の違いの第一弾でした、はい、どうだった？え、終わりなのもう一個ありますけどね、はい、もう一個はまた次の動画で、うん、そうなの、はい、やりたいと思います。はい、それでは今日も楽しんでいただけたでしょうか。まあ、いただきました。いただきました。いただきました。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターとすんちゃんのインスタ。過去本です。過去部。はい、お願いします。チャンネル登録もお願いします。はい、お願いします。それでは、バイバーイ。안녕!